こんばんは、かなです。父と姉がボートレーサーをやっています。私は普段テレワークでお仕事をしたり、社交ダンスをしたり、ボートレースで活躍する女子選手とファンのエネルギーを社会に届けるプロジェクト、タグボートプロジェクトの事務局長を務めたりしています。じゃあ、いいな。そんなに接してるんだね。接してるところなんだね。そうだ、うん、稲と桶川とあげようと稲垣まで行けそうで。こだわりのアクリルゲージを制作されている元ボートレーサーの山本良一さん、今日は山本さんの工房にお邪魔して制作工程を見せていただいたり、カナチューブに寄せられた質問にお答えいただいた様子をお届けします。今回はこのプロペラをですね、回転が上がるように、今この状態だと回転不足なので回転が上がるように叩いてみます。今ここの部分がちょうどぴったりなところを覚えておいてください。はい、始めます。プロペラを叩くときには、よいしょ、プロペラの台にプロペラを入れてはめて、ここにある敷き側、こういうのを使ってプロペラに傷がつかないようにします。ここの部分を回転が上がるように調整します。その時に使うのはこれを使います。これをここへ引きます。よいしょ。そして、はい、それでよく押さえます。押さえて、ハンマーあります。ハンマーでちょっと重いんですけどね、これで力加減を気をつけて叩きます。強く叩くといっぱい動きます。軽く叩くとちょっと動きます。いきます。はい、びっくりした。あ、動いた。びっくりした。だいぶ動いた。おそらく今だと動いてるんだけど、もう一回ちょっと、そんな一発でいいんだ。うん、おそらく一発で良かったと思うんだけども、ちょっと念のために。さあ、どうでしょう、動いてますか。あ、動いてるんですけど、うん、もうちょっとはっきり動かしたいと思います。うん、本当はちょっと動いてる、ね、ちょっと動いてる、ちょっとだけ、もうちょっといきます。浮いてる、ちょっとだけ。それと今のでいいですね。うん、はい、お、浮いた、浮きましたね。うんうんうん、このぐらい浮かすと、うん、意外と回転数合うと思います。うーん、なるほど。入れます。はい、来ちゃいましたね、やっぱり。うーん、もうね、ぐにゃぐにゃに、なんとなくもうまっすぐじゃ、もうなくなってきて、引き入れすぎちゃっても綺麗に曲がらないですし、あんまり緩すぎると今度は逆に曲がらなくなってしまって、まあ、こういう感じですね。はい、あ、なるほど。もう水で冷やしちゃえば一瞬で固まるので、でこれでこうゲージっぽく、一般人でもこういうゲージとかって購入することってできますか？まあ全然いいんですが、はい、本当に選手がそのモーターボートを乗るときに使うものなので、はい、そうですね、
さんどうですかね。もし、うん、ボートレプロのボートレーサー以外でその需要があるとしたら、アマチュアボートとかですかね。アマチュアボートの人たちは使いそうなイメージがすごく強いね。だからちょっと絡み今までなかったんですけど、でも、そうですね、まあ、もしそういう依頼があれば、うちとしてはそういう一般の方だろうが、そのアマチュアの方だろうが全然まあ関係ないというか、まあまあ作ってほしいということであれば、まあまあ全然作るは作るので、はい、買いますか。じゃあ例えば誰々選手が使用しているゲージをなんか作ってくださいっていうご依頼があった場合って、なんかどのように対応されていますか？はい、これ本当シビアな問題なので、まず例えばなんですけど、そのデータとしてやっぱプロペラを送っていただく、まずこれが1になりますよね。でそれで例えばお預かりさせていただくと、で別の方から、全然違う方から、例えば選手から依頼があったとしたら、で作ってほしい。そしたらその当事者の選手に確認をまず取る。でこれがまだまず第一ですよね。でそこから、じゃあまあ OK だったりとか、いや勘弁してほしいとかっていうようでしたら、なんて言うんでしょうね、やっぱりお断りっていう形を取らせていただく。で OK もらえれば、じゃあ双方ちゃんと確認取った上でしっかり作らせていただくと。やっぱり機密保持っていうか、やっぱプロペラのそのデータって本当にもう生命線というか、すごい重要なものなので、でその選手が一生懸命叩いて作った形をだからコピーさせていただくっていうことになるので、もうそこだけはね。ちなみにこう買いたいなって、はい、ゲージを買いたいなって思った場合、どのように注文すればよろしいですか？そうですね、うちの場合は今ちょっと一箇所で宣伝広告させていただいてる、ちょっとアプリというかサイト、まあ、がありまして、まあ、そこからリンクで行っていただくか、まあ、本当に口コミというかで LINE だったりとか電話番号とかそういうので入るのがもう 90% ですよね。もう初めての方っていうのはやっぱ電話番号か、やっぱそういうサイトからということになってますので、もうまあ、本当一般の方で、ね、誰でも連絡先さえ分かっていただき、分かればもういくらでも注文できますので、はい、じゃあこちらまでお願いします。お願いします。今夜もご視聴ありがとうございます。よかったら、グッドボタン、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃ、またねー。